浅内地区の海岸線に立ち並ぶ、風車群の白風力発電所は、秋田県の白市浅内にある、集合型風力発電所。東北電力のグループ企業で、東北発電工業株式会社、ユアテック、東北緑化環境保全株式会社の合同出資企業である、東北自然エネルギー開発株式会社の第一号発電所として、2001年11月1日に、 営業運転を開始した。日本海に面する野城市の浅内地区は安定した強い風力など発電の条件に適しており、沿岸に沿って約3キロメートルにわたり、出力6 0 0ットの風力発電機が横一列に24機設置されている。総出力は1 4 4 0 0ットで、年間発電量は野城市の個数の約半数を賄える計算になる。 グリーン電力証書システムに契約しており、発電した電力は、日本自然エネルギーと東北電力に受給されている。ドイツのエネルコン社製であり、日立製作所を通じて、のしろ港から自家輸入された。なお、羽と発電機は、ドイツ製、ター部分は、ポルトガル製である。風速秒速2.5メートルから電力を発生し、秒速13.5メートルで600キロワットになる。 それ以上の風速では、羽の角度を変えることで6 0 0ットに保ち、風速が秒速2 5ルを超えると安全のために停止する。羽の先端までの高さは6 8ル、回転軸までの高さは4 6ル、回転直径は4 4ルある。東北自然エネルギー開発株式会社よくある。質問。ありがとうございます。